田中雄介選手の登場です。田中体操クラブ、リオデジャネイロオリンピックの金メダリスト、ロンドンオリンピックの銀メダリスト、グラスゴーの世界選手権でも金メダルを取っています、おなじみの田中雄介選手の平行棒です。
はしっかりと決めました。そしてそれぞれの技を非常にリピートしたしても昔はちょっと大きく見直したことがありましたね。まあ、もったいないです。しかしその最初の棒を一つで点滅をしてそこからヒーリーを引くというそこは結構難しい技なんですけども、とてもスムーズに行うことができていたのでそのあたりは評価に対すると思います。技をどれだけ難しいところで見せていくのか、そしてそれを本当に握り直さずに一発で続けるのか、稽古を持ったら本当にそのわずかなところが点数を分けてくるわけですね。そうですね。株式会社様より山形県産のお米つや姫をいただいております。